出ていくようなことはないと思うんだけど。あれ？あそこで寝てるのってキリトさん？それにピナも。人が心配して探してたっていうのに、ピナったら。それにしてもキリトさんもピナも気持ちよさそうに寝てるな。さすがに起こしたら悪いよね。それじゃあ私もピナの真似してお邪魔しまーす。気持ちいいお天気。これは確かに寝ちゃうかも。よしよし、ゆいちゃん、ただいま。
だね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。行った人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした。ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。
心配かけてごめんなさい。パパが助けてくれたんです。さすがはキリト君ね。私の方が先に探しに出たのに。だってユイちゃんが危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それでユイちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの？それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花？頼んでくれればユイちゃんが危険を冒さなくても私が取ってきてあげるのに。私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。あの、パパ、ママ、三人で手をつないでいきませんか？私が真ん中で。そうなっても、キリト君の索敵スキルですぐわかるんだし、大丈夫じゃない？じゃあ、私がユイちゃんの左ね。ありがとうございます。私を聞いてみて。旅のお方、どうか私の願いを聞いてくだされ。なんかね、私たちにお願い事があるんだって。83層に広がる森を訪れてほしい。その奥深く、うっそうと茂る木々の間に、遥か昔に置き去りにされた一つのペンダントがある。それこそが私の求める太陽のペンダント。
それを見つけて届けてくれまいか。面白そうじゃない。ねえお兄ちゃん、早速行ってみようよ。占い師さん、あなたの願いは私リーファとこの黒の剣士キリトが聞き届けたわ。おお、ありがとうございます。引き受けてくださるとは。されど気をつけなされ。あの森の中にはどう猛なモンスターたちが住み着いている。波の戦士では太刀打ちなどできはしない。どれほどの猛者たちがあの森でムクロを晒してきたことか。任せておいて。お兄ちゃんはそんじょそこらの戦士とは違うんだから。ほらね、頼りになるでしょ。さあ、じゃあ早速出発しよう。何？キリト、ちょっとこっち来て。まあね、アンナを待ってたのよ。さあ、こっちこっち。キリト君と親しい感じだったし、結局あの人が何なのかはっきりさせた方がいいと思ったわけよね。ナンパの手口が明らかになるわよ。キリト君の索敵スキルでも見つけられなかったの？でも一体何のためにキリトをつけ回していたんだろう。知ってるわね。一人暮らしかどうかってことキリト君が聞き出したの？
でもパパの行動の上を行くなんてすごいですね。むしろものすごい懐かれちゃってる感じよね。どう、アスナ。うん、ストレアさんとキリト君の関係は分かった。でもキリト君に接触してきた理由って結局何なんだろう。冗談。あんたバカね。アスナは違う理由で心配してんのよ。とにかくキリト君はいろいろ気をつけること。Thank you.